はい、こんにちは、チャチャチャです。今回は本日公開されましたモンスターハンターワイルズの新動画を一緒にご覧いただきながら新要素まとめて共有したいと思います。動画は全部で3本、基本アクション、集中モード、体験、それぞれに焦点を当てた動画です。それではまず基本アクションに焦点を当てた動画から、まずモンスターハンターの基礎の基礎が解説されています。このあたりは過去作、今までモンスターハンターシリーズをプレイした方ならお分かりいただけると思います。今作も回復薬はおそらくゆっくりと回復する仕様みたいですね。やっぱり飛躍が大切です。体験のアクションも過去作と結構似てます。そしてセクレトの解説に入ります。常用動物のセクレト、ハンターの移動をサポートしてくれます。この後に非常に注目したい点が出てきます。こちらご覧ください。ミニマップが 3D マップになっています。マップに高低差があるというお話は以前もされていたんですが、ミニマップでも高低差がわかるように 3D マップになっているようです。モンスターとの距離のフォントも非常に見やすくなっています。クエスト対象のモンスターの場所まで自動で連れて行ってくれるっていう機能も継続みたいです。もちろん騎乗中に自分でコントロールすることもできますし、回復薬を飲んだり切れ味を回復したりもできるみたいです。めちゃくちゃ便利ですよね。さらに条件を満たすと武器の持ち替えも可能ということなんですよね。この条件っていうのが何かわかりませんが、しばらくストーリーを進めればみたいな感じになるんじゃないかなと思います。サブ武器用のね、袋がないとダメとかなんじゃないかなと思うんですけどね。そしてスリンガー、こちらはワールドをプレイされてる方ならお分かりいただける内容かと思います。これがおそらく弾けくるみで、もう一つがね、スリンガー閃光弾じゃないかなと思うんですけど、どうなんでしょうか。そしてフックスリンガー、フックスリンガーを利用することで遠く離れた場所のアイテムを採取することが可能です。またセクレトに乗ったまま採取することもできます。離れた場所でもアイコンが見えたので、そこに何があるか分かりますよね。過去作よりも遠距離まで届くようで、遠く離れた落石も落とすことができます。続きまして集中モードに焦点を当てた動画です。集中モードは攻撃とガードの2種類あるようです。体験で攻撃を貯めている最中に向きが反転しているので、モンスターに攻撃が当てやすくなってそうです。同じ部位に攻撃をし続けると傷口ができることがあるとのことなので、おそらくアイスボーンであったクラッチ傷つけは廃止になっていると思います。集中モード中は傷口が強調されます。傷口への攻撃は与えるダメージが増加するとのことで、55ダメージが68ダメージにアップしています。約 1.23 倍です。これは単純にダメージが 1.23 倍増加するという可能性もありますが、過去作のようにダメージ計算式に関わる肉質というモンスターのパラメータが柔らかくなることでダメージが増加しているという可能性が高いと思っています。肉質に関しては分かりづらいお話なんですけど、おせんべいに傷口をつけることでお豆腐になりとっても噛みやすくなるみたいなイメージで大丈夫です。集中モード中は傷口だけでなくモンスターの弱点も強調されます。弱点はおそらく肉質が柔らかい、つまりお豆腐状態かと思います。そして新しい要素、集中弱点攻撃。集中弱点攻撃は傷口や弱点に大きなダメージを与える特殊な技です。傷口や弱点を複数巻き込んで攻撃をしているように見えます。ひるませることもできるようなので、積極的に狙うことで狩猟が楽になることが期待できます。そして最後、体験に焦点を当てた動画です。私、体験に関しましてはワールドでは非常に使用していたので、かなり楽しみにしている武器です。この辺りは過去作にもあったモーションなんですよね。
ちゃんとタックルも健在、そして薙払いもあります。ガードも引き継ぎです。カウンターで近づいて攻撃を繰り出すモーションがあります。モンスターがひるみ、特殊なダウンが入ってるように見えますよね。このモーションについては後で詳しくお話しさせてください。そして集中モード中、エームが出ていますよね。やはり集中モードではエームが出てたみたいです。先ほどのカウンターのようなモーション、このエームは出てなかったんですが、単純に UI がオフなだけの可能性も結構あると思ってます。こちらは集中モードのガード技で、特定の攻撃をエームで狙い、タイミングよくガードをすることで加成するパリーのようなモーションかもしれません。ただね、この技もしタックルと同じ難易度だとすると、モンスターがひるみまくってしまうので、少し条件が厳しいのかもしれません。どういった条件になるんでしょうか。傷をつけた後に攻撃をすることで傷が破壊されます。ダウンを取ることで傷口の肉質が硬く、つまりおせんべいに戻る可能性もあるんですが、私の予想としましては、もうダウンは取れないんですが、肉質は柔らかいお豆腐のままなのではないかなと予想しています。そちらの方が世界観的にもしっくりきますよね。あとこちらのつばぜり合いのようなモーションも非常に気になっています。モンスターの特定のモーションに合わせて集中モードで攻撃やガードなどを行うことによって、このモーションが派生すると思いますが、体験以外の武器でもこういったつばぜり合いのようなモーションあるのかが気になってるんですよ。きっと何かしらあるとは思うんですが、弓やライトボウガンでつばぜり合いをするっていうのは非常に難しいと思うので、つばぜり合いではない何かしらなモーション、例えば回避に特化するとか、ひるませるような弾や矢を放つみたいなものがあるかもしれないと思っています。私よくモンスターハンターは覚えゲー、リズムゲーというようなお話しさせていただくんですが、モンスターハンターワイルズは過去作よりリズムゲームや覚えゲームに近い感じになりそうな気がしております。いやー、このあたりどうなるか非常に楽しみです。ということで今回はモンスターハンターワイルズの新動画の新要素について考察してみました。皆さんも何か気づきがあればぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。こうじゃないか、ああじゃないかって予想してる時がね、一番楽しいまであるので、ぜひぜひ皆さんの予想教えてください。動画良かったよって方は高評価ボタンのポチお願いします。またどんどんモンスターハンターワイルズの動画も投稿していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。モンハンナウの動画は明日投稿します。Thank you.